思いますし、本音で言いますとね、俺はほら23の時日本を飛び出して世界を回ってたでしょ。その時ね、普通のやっぱ好奇心が強いのと血の気が多いのでね、ついついそういう人間は危ない目に引っ張られたりするところはありますよ。要するにね、俺はその時ね、アフガニスタンの内乱でしょ、北アフリカのちょっと動乱とペルーのリマでね、非常に危ない目に遭ってるし、それ以外に治安の悪いところをぐるぐる回ってきましたんで、そういう目に遭うんですね。そしたらね、クーデターとかそういうのは簡単に人間を撃ち殺しますよ。世界回ったら営業出張でさ、死ぬ人間にも出会うこともあるんですよ。治安の悪いところでやられてる、コンボイで叩かれてここ飛び出したりさ、いろいろそういうのに出会うことがあるんですよ。でそういうことに出会うとね、人間何を思うかというとさ、悲惨なところを見れば見るほど営業出張とかそういうのだとさ、もう涙しか出ないよね。自分何にもできないんだもん、何にもできないもんね。そしたらね、そういうことをした時に、俺は24、5でね、今の人生につながることをね、はっきりと体感して誘って、それを通してきてるんですよ。何かというとさ、今私たちが生活して、たまたまここで生活してるわけじゃないですか。でも人間というのはね、分かってるんだけど分からないこと、できないこと、例えばよ、いろんな綺麗事を学んだりすることを頭で分かってるんだけど、実行ができないんですよ。いや、何かとさ、俺たち全員がそうかもしれませんよ。俺たちもひっくるめてね、自分の私利私欲で生きるでしょ、私利私欲で生きてるじゃないですか。でも悲惨な目を見れば見るほどね、俺も明日こうなるかもしれないという状況に陥った時に思うことはさ、俺人生の最後に何を思うんだろうと、それやっぱ思うよ。だから俺はその時ね、世界をぐるぐる回りながら、やばい目に遭いながら、自分から飛び込んでいってさ、ちょっと暴れたりどのころする、こんなことをやってたんですよ実際。でその時思ったのはね、俺もし死ぬ時になった時さ、何を思うかと、あの世に本当に銭も金も女もさ、何もかも家族も持っていけねえよなと、俺さ何を振り返るんだろうったらさ、激しくて自分なりにわーわーこうやったけどさ、これだけは人のためにさ、なんか役に立ったような、喜ばしたような、力づけたことができたようなとか、そういうことしか振り返らないというのをこう遊んでき思ったわけね。家が全焼で燃えてね、サハラ砂漠のに書いてた日記が出てきたんですよ。やっぱ似たようなこと書いてますよ。それはね、年が関係ないのね、感じるのね。で俺はそれ以来ずっとこう、それは底辺に持ち続けてずっと生きてきたんですけど、今この中でね、いろいろやってるとさ、やっぱりいろんなことがありますやん。その中でついつい忘れてさ、外欲に走りがちな自分は決して幸せな人生じゃないですよ。死ぬ時に決まってさ、振り返った時に、なんちゅうの、満足できる人生を知らせた方が絶対人間勝ちだよね。でそれをずっと思いつつね、今まで来て、で今年ね、すごくいい流れになりました。最初マサちゃんと知り合って、岡村君ですね。でそれから瀬戸ちゃんと知り合いました。瀬戸ちゃんが井上優子氏を紹介してくれました。その流れの中でよっちゃんたちに出会いました。でこのをね、出会いの中でこう皆さんとこうやっぱりね、こうつながったわけの、本当に不思議でしょ。なければ今こんなにいませんよ。別な国を迎えてますよね。ね、思うことはですね、一人お一人にその仕組まれた重像パネルなんでしょうけど、本当に感謝ですよ。一人のもろさを知ってますから、弱さを知ってますから。でよっちゃんとせいちゃんに出会った時よ、弱さは知ってるって言ったでしょ。それ以上の弱さに直面してきた二人ですよ。ですよね。ほんでね、はっきり言いますよ、よっちゃんもせいちゃんも死んだ人間だよ。死んでた人間だよ、あの時に。で それはね、こう思ってほしいし、事実はそうなんだろうと思うよ。大変な目に遭っててさ、何、体が 55% 焼けるしたら死ぬでよ。死んでた人間でしょ、今この世に存在しない人間でしょ。その人たちと会ってさ、こうしとったらね、そういうのを振り返って、食うた人間は本物なんだよね。別に俺が今熱くなって語ってるけどさ、熱くなる必要ないよ。淡々と話しとってさ、こんだけの人の話だって俺いつも会った時こうなってんじゃんでしょ。俺鹿児島でも恥かいたよ、昔のバラ仲間の中でさ、止まんねえんだもんよ。でもね、それでもいいのよ。俺はなんていうの、いつも会うたびに、いつも接するたびに
心が現れるしさ、あの正直になれる自分に。ほんで俺がさっき言ったね、世界を回っててさ、俺が掴んださ自分の人生の原点があるんですよ。いやそれを忘れるのよ。でもそれにあの変えることができる。だってそうでしょ、だってせいちゃんもよっちゃんもさ、やろうとすることは体験を通じてさ、明るい社会、思いやりのある社会を作りたいって言ったらね、やっぱり人間の理想だよ、本当に。なかなかそう、ね、人間の歴史は全部その反対ができてた、この何千年が。でも、あのね、えらい知識ぶったりさ、ね、高猛なところに立ってさ、自分をちょっと傲慢になってね、分かったような口利きやつがいっぱいいるんだよね、講演会に行ってもセミナーに行ってもさ、俺、そういうときは本当にさ、あの、まあ、ちょっと抑えてるけどね、そういう気持ちになる時あるんだけど、何抜かしてると世の中の真理、人間の真理なんてさ、ものすごい深刻だよ。今こう地球が破滅的な状況になったとしてもさ、ね、たった一日で変わるぜ。自分の方にベクトルを向けないでね、他人に向けた時その場で変わるぜ。地上天国になるぜ。これが事実だぜ。人間の社会のこれを何千年同じ過ちを繰り返してきてんだもん。で俺もその中の一人だよ。でもあんた方の出会いでこうやって会ってるとさ、60歳のおっさんがいつも泣くわけだ。泣くために心がきれいに現れるよ。それで俺にも人間としてこういうね、あったかみとか周りを思いやるつながる心があるんでありますか。これを第一優先に持ってこようというさ、やっぱ気になるもん、気になるもん。だから12月の16日はね、一人がバカにならないとできないと思ったから、来年から楽です。もう5、60人のね、あのアンケート用紙いっぱい来ました。もう皆さん反響はすごくいいですよ。スタッフ主催とかボランティアだ、もうこれだけで宝だよね。だから来年はあのできるんですよ。でね、あの俺は倉さんですね、鹿児島の先輩だから持ち上げてるわけじゃないです。あのね、先輩でも俺は バカはバカで言います。クソはクソで言います。俺はでも年下でもね、関係ないですよ、魂ですよね。そのあれで、この前倉さんにお会いした時ですね、船に乗ってほら世界を回ったりで、ご家族のことも正直に話されたじゃないですか。やっぱ同じ人間として心の痛みをね、やっぱりすっごく味わえた方だと思うんですよ。だからそれが反動になって世の中を変えたいと、ちょっとでもね、あの良くしたいという思いの中で、いろんな分野の中でいろいろ問題があるのをね、多くの人は、日本人は特に卑怯ですよ。揺らば体重の影、自分から率先してリスクを負うとはしません。今回の実行委員を やらせてもらってね、すごくいい勉強になりましたよ。ああ、やっぱりそうなんだと、外の名言、はい、それをね、千何冊のさ、いろんなところをね、結構ね、千何冊って言われるけどさ、千何冊の影にあるいっぱい、あの誹謗中傷であり、いろんなものがいっぱいあると思うんでね、そういうことにめげずによ、ずっとやっていただいて、で今回あれでしょう、井上さんのね、ご紹介の中でさ、あの嬉しいよね、あの俺こう思います。倉さん、ぜひですね、その漫画のあれはあの完成するでしょ。で、すればどういうことが起こるかと言いますとですね、あのまあほとんどお金中心の世の中じゃないですか。その中でそうじゃないさ、人たちもいっぱいいるわけですよ。でも社会の定義に追いやられて声なんか上がったことないですよ。でも今時代が変わりつつありますよね。その中で心のあれ以上にさ、体のやね、もう痛みを負ってさ上がってきた人間が今あのね、いいタイミングでね、脚光を浴びて当たり前というかさ、天の声はもうあれですよ、流れというように思うんです。なぜかまだ会わない全国にいるあの同じような状況とか、その中で苦しんでる人間、這い上がっててもね、そういう人間にね、2013、14年の中でよっちゃんかせいちゃんか今までずっとやってきたことがさ、これから本格的に動くとすれば、プラザ黒さんに何かを感じられて漫画とかそういう構想になったわけじゃないですか。陰にですよ、どんだけの清い魂が動いてて可能性をね、伸ばしきれないか、もしそれをですよ、それが出ることによって
私らがバカになることによって動き出したら、さっき言いましたね、私は世界を回ってる時に平和な日本じゃないんですよ。その中で掴んだ24、25の島が掴んだものがですよ、繋がってくるんです。だから人生は年は関係ないですよね。俺な、よっちゃんせいちゃんよ、ご覧通り激しい男、喧嘩も大好きです。口ばかりの人間、裏でどの頃に言う人間、計算高い人間、ずるいやつ、俺大嫌いなんだよ。この年になってすぐやっちゃうんだよね。でも関係ない、これをやることによって自分が広がっていくでしょう、ね、俺はこの後の人生いくつまで生きるかわからん。ただあんた方の魂とさ、ずっとつながっていたいんだよ。ずっとつながっていたい。でこれがもっと深くなるとね、俺の中で熱さが止まりきれなくなるんだよ。ほんでこういうプラさんみたいな人、あれだ、巻き込んだじゃん。で俺の中の熱い思いを言おうか、ね、変な話だぞ、変な話、クラさんのよ、あれで漫画本が完成したらさ、な、俺はそれまでさ、本当に来年はさ、今年以上にさ頑張って、あの動くからさ、言った通りよ、原点はしのちゃん、コツもクソもねえよ。自分の思いをさ、どんだけ真剣に伝えるかだけだよね。それで来る人間、来る人間、来ない人間、来ない人間、もうそれでいいと思うよ。俺はそれで熱くなろうと思う。クラさん、よかですか。クラさん、本を出していただいたらですね、私はその日にですね、ね、出版記念としてですね、よっちゃんよ、せいちゃんよ、俺とさ、兄弟のちぐりを交わさんか。俺は、俺の人生の中であんた方を話したくねえんだよ。いつも、優しくてさ、そういう気持ちで周りに接せられる自分でありたいし、そういう自分をずっとキープしたいのよ。どうだこの、もうあれは出たらさ、その時に川さんか、こんなね水牛の映画みたいなやつは俺嫌いで、今まで男といっぱい付き合ってきた、こんなこと言った覚えがない。でも今違うよ、魂をそう死ぬまでの間にさ、もっと高めたいよ。わかるか、偉大なもんだろ、分かるか。あんた方が苦しんでね、まあ、そういう生き方をしてる、それが俺は非常に神々しいんだよ。俺には、俺も同じようにさ生きてみてよ。いや、できるよ。どうだゆうちゃん、年上の人間がよ、こんなバカみたいになってるけどよ、俺はそれをこれから先の人生のよ原点としてんだよ。だから黒さん、漫画本没にせんでくださいよ。俺兄弟じゃないんですわ。もうタイトルまで考えてます。あ、そうですか。さんにもご了解いただきましたから、いや勝手になんていう、ん、あすごいね。だよ、老眼じゃないから一番年上でも。今生きてここにあり、死の淵からいただいた天文、天命か、天命ですね。ご自分で書かれたんですか。今、いや、ちょっと熱くなったけどさ、ね、というのはね、もしよその時が来たら、その時が来るまでに、あのその後もさ、ね、よっちゃんの分身、せいちゃんの分身、全国にどんだけ、ね、隠れてるかわからんぞ。それをさ引っ張り出して元気して明るい場合のあるさ生き方よ。そういうことにこちらがバカにだってさ、いろいろできたらさ、俺自分の人生の宝だよ。それは一緒にちょっとやっていこうぜ。いや、これ本当に日本変わるね。その時はさ、それまでの間いろいろあるからさ、ちょっといろいろ俺も強制なずっと言いながら作るから、いいか、本当にそうしてくれんか。そしたら俺は漫画本が出るのがさ、えり楽しみだろ。
ありがとう、本当に連れていいか、よっちゃんも連れていいか、ええか、本当に文句あったら今のうち言っとけよ。頼むな、本当にな。いや、本当頼むな、ありがとうな。福田さん、承認ですよ。ありがとうございます。本当にね、具体的に言うと、こう思ってます。今回、鹿児島、あ、花がこぼれてる。昔はいろいろやってましたけどね。あのね、それと同時にね、俺は今回4人でね、鹿児島に行ったんですわ。ね、で泳ぎの会とかそれ言いましたよね。俺は俺なりに鹿児島の方で鹿児島を元気にする運動を体を張ってやります。当たり前のことです。皆さんやりますからね。でその時にね、もちろんよっちゃんたちのね公演も来て一緒にやってもらうじゃないですか。その時にね、すごいやっぱりさ、ここに力を入れたおかげですごい人たちがさ、俺の周りに天下いただいたのよ。あの海をさ、皆さんよかですか、金庫湾をね、昔の海に返す運動をやります。でそれはね、思いだけじゃないんです。具体的な方法があって、具体的な実績があるんです。特にね、瀬戸ちゃん、岡村さん、竹江さん、微生物とかそういうあれ非常に詳しいんです。で微生物が、これから21世紀は微生物の時代だって言ってるんです。微生物は人間以上の存在だって言ってるわけですよ。それを使って、あの綺麗な金庫湾をですね、昔の私が子供の頃にいたサンゴ礁がいる、熱帯魚がいる、ほんと砂が住んでました。カニであれ貝であれさ、もう魚でいっぱいいました。あの海に私は返すことをね、これから先の生涯の事業ですね、取り組みたいんです。もう自腹切ってもいいですよ。でそういうことでした時に言ってくれて、その流れが起こりそうです。まあそれは作りつつやりしますけど、非常にね、だからあなた方と出会ってさ、力を入れる中でそういうことが加速してきたの、すごく嬉しいわけ。あなた方をね、生かし締めた存在がいるんだよ。あの時死んでたんだよ、あんた方。そうでしょ、家族もそう思ったはずよ、周りもそう思ったはずよ。その人たちに純粋にさ、その思いを広げようとね、こちらが手伝いすると、その存在がこちらをさ、いろいろとさ手伝ってくれるのよ。それが今起こってることなのね、これ間違いないよ。だからそうしていきたい。で1月から12月まで、前回やったああいう大きな大会、俺500人も狙うと思ってます。それはね、東京で全国でもやりますけど、春夏秋冬4シーズン1回ずつさ打とうと思ってます。ほんで具体的に言うと3月6月9月がいいかなと思ってます。でそれ以外に11月はね、井上さんに教えていただいた文教シビックセンターで11月ね、1900人入る会場があるんですよ。俺にとっては3年にも2000人ももう体制変わんないからさ、それよりもまあ、ともかく素敵な仕掛けとかそういうのが必要だろうなと思ってんだけど、そういうふうにやろうと思うんですね。で大きな大会は大きな大会で、ほんでね、今回は俺は純粋な気持ちでやったけど、お金が発生します。そのお金のことでどうのこうの言いたくない、ありません。言いたかったら俺もやめるよ、もうそうさ、そういうことではなくてね。でこの売れんでね、で特に岡村雅ちゃんが非常に高い人だから、そこに言われて俺はハッとしたんだけど、チャリティーでも何でも構わないと思ってるわけよ。そしたらそうじゃないと、芝さんはこの後に金庫湾を命がけでやるよね、綺麗にすることを。お金がいるよ、思わないかない、いるんだと思うよ。でもそういうふうにね、お金のがきっちりさ綺麗に回して、それ以外のところでね、地方でやる人は地方で全部お任せします。ただ全力で応援します。で力を入れるところはね、1月から12月の間、大きなお祭り以外にね、20人でも30人でも40人でもいいの、奇跡の出会い塾っていうのを作って、特に終わった後にさ、せいちゃんがこの前俺に言ってくれたんだけど、終わった後にみんなが吐き出すじゃん、加計さんの息子さん、加計さんも吐き出したじゃん、それを聞いてる自分が嬉しいっつったわけよ。本当にそうだなと、吐き出すことによって初めてさ、公園での感動が自分にもっと深く入るだろうし、自分が一歩流れが変わるよね。そのことをしないといけないなと思ったわけ。だから奇跡の出会い事故を起こしますんで、で来た人で最初は話して、で質疑を通して、でこのその人たちを吐かせる時間を持って一体化する、そういう時間を組み立てていこうかと思うんですよ。だから後でスケジュールの調整とかそういう、そういういいですか。それ以外に地方も出ますけど、結構忙しく引っ張りますけどね。ただあれだよね、
分身をさ元気づけるためにやる行動、俺も来年はね本当に真剣にちょっともっとねた楽しくできるようにねこうやろうと思いますんで、一つね皆さん今ねレスでワーと言ってしまいましたかもしれないけど、きっとねその行動はですよ世の中を変える一つのね一つの運動にはつながらないですよ。それごくごく小さな動きですよ、動きなんだけど小さな、それが大事じゃないですか。小さなことで自分ができることに特化することが一番大事じゃないですか。銭金とか人を利用したりとかさ騙したり言い訳化したり、こんなことの人生の繰り返しですよ。それを私たちは今まで生きた中で十分味わってるじゃないですか。もう流れを変えましょうよっていうことですよ。だからそういう言い方をしたらさもっとつながるし、もっと輪ができるし楽しくなりますよね。それが一番するべきことでしょ。俺それやったら俺のふるさとの海もさ本当に綺麗になるんだと思うよ。最高の人生だろ。だからこれ本当奇跡の出会いなんだぜ。こうやって思ってたぜ。6月の出版待ち遠しいな。その時は本当に本当にやるぜ。杯じゃなくて丼でやるぜ。あもうちょっとね熱くなりすぎて、はい。